は午後2時を回りました。この時間は FM 小座からエンタメ情報を発信する番組ゴーゴーライカムをお送りします。お相手は FM 小座のミミリーです。さあ今週も最新情報をお伝えするべくランキングやスタッフさんのお話を伺いながらお届けしますよ。この番組では皆様からのメッセージ募集しています。最近イオンモール沖縄ライカムに行ってきたよという方はですね、ぜひこちらまでメッセージください。先週末はですね、琉球ゴールデンキングスバスケットボールチームのあれは感謝祭というんですかね、ファンとの交流会があったみたいで、すんごい人がたくさん、日曜日ね大渋滞が起こってましたけれども、私はそれをですねスルーッと通って、南部の方に遊びに行きましたけれども、そんなライカムに行ってきたよという方、ぜひこちらまでメッセージ送ってください。メールアドレスは 761@fmkoza.jp761@fmkoza.jp です。またこのゴーゴーライカムはユーストリームで演像と音声でもネット配信しています。ツイキャスの方もやっておりますので、そちらからもたくさんコメントをツイートしてください。よろしくお願いします。さあ今日はですね、シネマライカムさんの方でもからお電話で後ほどお話を伺っていきたいということですので、よかったら映画、最近見た映画、皆さんよかった映画、これから見たい映画ありましたらメッセージ送ってくださいね。それでは本日のオープニングナンバー参りましょう。今日はですね、ヒヤホーのここからという曲を聴いていただきたいと思います。ヤッホーでスマイル。
お送りしている曲はヒヤホーでスマイルでございました。今週末5月27日土曜日、ミュージックタウン音市場ピースフルラブロックフェスティバルバンドオーディションの最終審査がございます。そちらに出るのかな。 FM 小座にゲスト出演してくれたバンドさん、ヒヤホーでございましたね。このバンドタイトルは LINE のやり取りで決まったみたいですよ。面白いですね。ということでお送りした曲はヤッホーでスマイルでございました。ゴーライカム。この番組は株式会社未来屋書店沖縄ライカム店、スターシアターズシネマライカム店さんの協力でお送りします。2時9分を回りました。この時間はゴーゴーライカムをお送りしております。さあ、まずはですね、インフォメーションのコーナーでございます。今週のインフォメーション、未来屋書店さんからは、父の日ギフト無料名前入れキャンペーンを行っております。国内メーカー3000円以上の筆記用具ご購入で無料で名前をお入れいたします。6月18日父の日までにお受け取り希望のお客様は今月5月31日が最終受付とさせていただきます。5月31日は水曜日ですね。水曜日ですので、限定、期間限定のキャンペーンです。ぜひいつもお世話になっているお父さんへお父さんの名前入りの筆記用具で感謝を伝えてみませんか、ということでございます。2つ目、君の名は DVD とブルーレイディスク発売が決定しております。昨年異例のロングラン公開となった君の名はが7月26日に DVD とブルーレイディスクになって発売します。未来屋書店にてご購入をいただくとメーカー小売希望価格より
10%、10% オフとなっております。ただいまご予約受付中ということです。ということで、未来屋書店ライカム店さんからのインフォメーションでございました。続いては、シネマライカムさんからですね、インフォメーションなんですけれども、じゃあもうこのコーナー行っちゃいましょうね。続いてのコーナーはスタッフさんレコメンドの時間でございます。このコーナーは店舗で働いているスタッフさんに今おすすめの作品について語ってもらおうというコーナーでございます。今週はスターシアターズさんからトマさんに電話でつないでもらっています。トマさん、こんにちは。こんにちは。いつもありがとうございます。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、今週もですね、おすすめの作品お話ししていただきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあまず、はい、最初にお伝えする作品なんですけども、はい、こちらはですね、5月19日金曜日より公開しておりますメッセージっていう作品なんですけれども、はいはい、こちらの作品は本年度のアカデミー賞の受賞作品の一つでもあるので、もうすでにご覧になった方たくさんいらっしゃると思うんですけども、まだちょっと見てない方のために簡単にちょっとストーリーの方を伝えさせていただきたいんですけども、はい、よろしいでしょうか。お願いします。はい、内容はというと、まず突如地上にですね、降り立った巨大な球体型宇宙船なんですけれども、その謎の知的生命体と意思の疎通を図るために軍に雇われた女性言語学者のルイーズ。彼らが人類に何を伝えようとしているのかを探っていく中、その謎を知ったルイーズを待ち受けた美しくて残酷な切なさを秘めた人類へのラストメッセージとはっていうストーリーになっているんですけれども、はい、こちらですね、まあ、単純な SF 作品っていうわけではなくてですね、なんか、多分今までとちょっと違った SF 作品なのかなっていう感じがすごくするんですけども、まあなぜかというと、ちょっとその、やっぱ、宇宙人とこの一種の卒、コミュニケーションをする、図るためにっていう、なかなか目に見えないものをどう表現していくのかなっていう、そういったところの視点で見ていくとすごく楽しかったりですとか、なんか文字なのか言葉なのかちょっと分かれ、なんて、はい、なんて言っていいかのか分からないんですけど、書道みたいな感じの絵を、はい、そうですね、はい、なんか 円を描いていくような感じになるんですけども、うんうん、それを解き明かしていくっていう風なっていうところもすごく面白くてですね、なんかそういう、なんていうの、ちょっと書道的な演技みたいな。ねえ、なんかビャッビャッってやった感じの方が、はい。そうですね。それが言葉になってるっていうのは自分の中からしたらちょっと分かりづらいんですけど、そういうところを、はいはい、読み解いていくっていう、なんか、はい。ですかね。っていう、そういう紐解いていく姿とか、そういう、まあ家庭とか、まあそのまた、このルイーズ本人もいろいろ娘のことであったりっていう、なんか過去を持ってたりとかっていう中で、まあいろいろそういった人間模様とかも出てくるので、すごく楽しい作品なんですけども、はい、ちょっとですね、この宇宙船なんですけど、うん、なんか日本のあるお菓子に似てると思いませんか？あの黒い物体。なんだろう、あれ何ですかね。あれですね、実は、監督さんもおっしゃってるんですけど、はい、日本のお菓子のバカウケっていうおせんべいがあるじゃないですか。はい、うんうんうん。その形をモチーフにして、宇宙船のデザインをしたんです。はい。そうだったんだ。これ一応、はい、一時期ネットでもなんかバカウケが、似ているっていうふうに、ちょっと話題になってたんですけど、はい、本当に実際に監督さんもそれをモチーフ、まあ、デザイン。インスピレーションを受けたっていう風に伝えていたので、はい。そうなんです。意外なところで日本と通じてる作品なので。確かに。はい。そこもじゃあ要チェックですね。そうですね。それも踏まえて、はい、見ていただけたらいいかなと思います。はい。まず一つ目の作品は、先週から公開されているメッセージという作品でございました。
それではこれから公開する作品で注目の作品ありますか？そうですね、今週の、はい、27日土曜日から上映する作品で、はいはい、ちょっと今から仕事辞めてくるっていう作品なんですけれども、はいはい、こちらの作品なんですけども、まあ、邦画なんですけど、福士蒼汰さんが主演で、うん、まあ、もともとは、小説を、が題材、現代になっているものなんですけど、はい、すごくこの小説で多分ヒットしているので、すでにご存知の方もこちらも多いかと思うんですけど、まあ、内容はですね、まあ、仕事のノルマが厳しくて精神的に追い詰められる主人公、たかしくんなんで、たかしがいるんですけども、はい、まあ、疲労のあまり、駅のホームで意識を失い、電車に跳ねられそうになるところを、まあ、ある青年に助けられるんですけど、はい、その青年が、幼馴染の山本って名乗る、福士蒼汰なんですけども、はい、実際にそのたかしは、その青年に全く見覚えがなくてですね、うんうん、ただ、この山本との交流を通して徐々に明るさを取り戻し、仕事も順調に進むようになっていく中、うん、まあ、ふとしたことからこの山本について、たかしはちょっと調べるんですけど、実際この山本っていう幼馴染は、3年前に自殺していたっていう信じがたい事実を知るんですけども、はい、まあ、果たしてこの山本っていうのは一体誰なのか、なぜたかしに会いに来たのかっていう、はい、まあ、こんな感じなんですけど、ただですね、このまあ友情だったりですとか、家族愛とか、そういったところもすごく深く描かれている作品なので、はい、まあ、すごく楽しみにしている作品なんですけど、まあ、仕事でね、悩みを持っている方っていうのは、まあ皆さん、少なからずいると思うので、うんうん、まあ、そういった方にも見ていただきたいと思う作品ですね。はい、おー、なるほど。なんとこの監督がね、はい、8日目のセミとか、ソロモンの。そうなんです。そうです、ソロモンの偽証の。ね、はい、やってる監督さん、成島さん。そうですね、工藤監督の。ああ、そうですね、成島さん、なんて言うんですか、ね、出るって感じですけど、私も読めない。そうですね。ちょっと漢字が読めないっていう。いやー、こう人間模様を描くのが得意な監督かなという印象があるんですけれども。そうですね、すべて、まあそういった、その作品もすべてヒットしているので、はい、今回もすごく期待度が高い作品となっていると思います。いいですね。はい。はい、あとですね、まあ、曲、小袋さんの曲がですね、うん、この映画に使われているんですけども、うん、まあ、この曲もですね、なんか、すごく映像とマッチしていて、うん、なんか見てて、なんか自然とスッて耳に入ってくる感じなんで。この映画のために書き下ろしたんでしょうかね。あ、多分、心っていう確か題材だったと思うので、題名だったと思うんですけど、聞いたことあるので、多分、あれ、自分映画で聞いたのかな？わからなくなってきた。ちょっと調べてみます。はい、すいません。言った手前自分もそういえば調べてなかったなと思って、いやいやいや、すいません、失礼しました。ということで、今週土曜日から公開ということですね。はい、ちょっと今から仕事辞めてくる。はい、の紹介でございました。それでは、はい、トマさん、最後に一言 FM 小座お聞きの皆さんにお願いします。あ、はい、まあ、ちょっと梅雨も入ってですね、ちょっと今日は梅雨の晴れ間なんですけども、うん、まあ、梅雨少しね、表に出るのちょっと億劫だなと思う人もいると思うんですけど、はい、そういう時こそちょっとやっぱ映画とか見ていただけたら少し心も晴れ晴れになるのかなと思いますので、うん、ぜひぜひシネマライカムに足を運んでいただけたらと思います。はい、ではトーマさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、さあ皆さん、先ほどあったちょっと今から仕事辞めてくるのですね、予告がございますのでお聞きしたいと思いますよ。
さあということで、ただいまお送りしたのはちょっと今から仕事を辞めてくるの予告でございました。トーマさんが言うようにですね、この小袋の心という曲が主題歌になっているみたいですね。すごいいい曲。福士蒼汰くんかっこいいですよね。彼ね、語学も堪能で、こう舞台挨拶とかで全世界回ったりするじゃないですか。そういう時に現地の言葉で必ず挨拶をするっていうので有名らしくて、今も英語を勉強中とか言ってね、ペラ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 ってこの前もなんか話してたことがあったので、いやかっこいいなーみたいなね、努力家ですよね。ぜひ今度の土曜日から5月27日土曜日、ちょっと今から仕事辞めてくる、ライカムで公開ですので、皆さんぜひ見てみてください。以上、スタッフレコメンドのコーナーでございました。ランキングコーナー、この時間は本、CD、映画ランキングトップ3をお届けしていきます。今週はどのような作品が入っているのか、リスナーの皆様もぜひ予想しながらお楽しみください。時刻は2時23分を回りました。この時間は未来屋書店イオンモール沖縄ライカム店さんの協力のもと、本の売上ランキング、そして CD ランキングをお届けしたいと思います。そうですね、今週の本の売り上げは、文芸書エッセイの中から売り上げをですね、トップ3を紹介したいと思います。文芸書エッセイですね。それでは第3位から、かくしごと、さあということで第3位は隅の夜さん、隠し事という本でございます。前回と同様第3位でございますね。はい、どんな本なんでしょうか気になりますねさあ続いて第2位です。感情的にならない気持ちの整理術。さあ、和田秀樹さん、心理学教育学者でしょうかがですね、書いている感情的にならない気持ちの整理術。いやー、これね、私一番読んだ方がいいんじゃないですかねよく感情的になりますからね。はい、ちょっとしたことでもイラッとしちゃうんですけど、これどうやったらイラッとしないんでしょうか。皆さんどうやってこのイラを抑えているのか非常に気になりますねすぐイラッとしちゃう、カルシウムが足りないんですかね私ね。はい、ということで最後の一冊、今週のナンバーワンは、又吉直樹、劇場。さあ今週の第1位は新しくランクインしました、又吉直樹さんのですね2冊目、劇場でございますね。はい、こちらね、今回はちょっと違った角度から書いているとか、もうドドーンと、昨日ですね、私未来屋書店さんちらっと遊びに行ってきたんですけど、ドドーンと入り口横の方にですね、劇場って書いてありましたね。こちらもドラマ化または映画化されるんでしょうか、気になるところでございます。今週の3冊ランクインはおさらいしましょう。隅の夜さん、隠し事、そして第2位は感情的にならない気持ちの整理術、和田さん、そして第1位は又吉直樹作、劇場でございました。以上、本のランキングの紹介でした。
続いてはですね、未来屋書店さんの協力のもと CD の売り上げランキングなんですが、今日はですね、今週のおすすめ CD を紹介したいと思います。まずは一つ目、乃木坂46生まれてから初めて見た夢。今回のサードアルバム生まれてから初めて見た夢は、初回生産限定版、初回仕様限定版タイプ A、 初回仕様限定版タイプ B、 通常版の4形態で発売しております。各仕様ごとに異なる新曲が収録、初回限定版3種には DVD が付属しているそうです。こちらもそれぞれ異なる映像が収録されており、ファンにはどれにするか迷ってしまう1枚だそうですよ。そして続いて K-POP からEXO CBX ですね。 EXO で EXO って読むんですけど、初のユニット EXO チェンベクシー、あ、 CBX でチェンベクシーかが日本デビュー。女性ファッション誌ジェリーで海外男性アーティスト初となる表紙を飾り、今後発売の女性ファッション誌の表紙を多数ジャックするそうです。 CD 発売に合わせて賑やかします。5月24日発売となるガールズは4形態 DVD 付き、初回限定版とメンバー別ジャケット&フォトブック付き限定版が発売するそうです。チェンベクシってことはチェン君とベクヒョンかな、あと C は誰だちょっと私も K-POP アイドルまだまだですね。これからもっと勉強したいと思います。すいませんということで、そんなエクソから一曲お届けしましょうかね。エクソでカミングオーバ
失礼しました皆さん、ポチッとなを間違えてしまいましたねさあということでですね、エクソのチャンベクシーなんですけれども、チェン君、ベクヒョン、そしてシヌンでしたっけごめんなさいシウミン、そうシウミンよチェン君、ベクヒョン、シウミンの C と B と X を取ってチェンベクシですね。あーすっきりした。はい、まあ普段はねエクソというめっちゃ多い人数のグループなんですけど、その中から3人がジャパンデビューミニアルバムガールズがですね、はい、出てくるということです。そしてただいまお送りしているこの曲は乃木坂46であらかじめ語られるロマンスでございます。もう少し聴いてみましょうかね。お届けしている曲は乃木坂46あらかじめ語られるロマンスでございました。この時間は未来屋書店さんの協力のもと今週のおすすめ CD をご紹介いたしました。ゴーゴーライカム CM の後はいよいよシネマライカムによる映画ランキングのコーナーでございます。
時刻は2時40分を回っています。この時間はゴーゴーライカム、ナビゲーターは私ミミリがお届けしています。 FM コザのスタジオ前ですね、今男性がおじいちゃんが一人通ってですね、笑顔でうんうんとうなずきながら散歩中でしょうか、歩いて行きました。あの再現 VTR をまた山内さんがねやってくれたんですけど、なんですかね、あのうなずきながら歩く感じはね、嬉しいですね。聞いてるよ、うんうん聞いてるよっていう意味なんでしょうか。ありがとうございます。引き続き頑張りますね。はい、続いてはこちら、スターシアターズシネマライカム様の協力のもと映画ランキングトップ3をお届けします。まずは第3位はこちら、第3位はですね、ガーディアンズオブギャラクシーリミックスでございました。こちらの作品、1970年代を中心にヒットした数々のナンバーに乗せ、異色のヒーロー級集団が大暴れするガーディアンズオブギャラクシーの第2弾となる SF アクションです。銀河の平和に尽力する個性派チームの活躍を描き出しております。リーダーのトレジャーハンターを前作同様マグニフィセントセブンなどのクリス・ブラッドが好演、激しいアクション、つぶらな瞳のベビー・グルートの活躍にも注目だそうです。こちらの作品が第2位となりました。続いては失礼しました、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーリミックスが第3位となっております。第2位の作品はこちらです、ワイルドスピードアイスブレイク。
さあ今週の第2位はワイルドスピードアイスブレイクですね。大人気作品第8作目となる作品、先週に引き続き第2位でございます。さあツイキャスの方もたくさんコメント来てますね。ルドルフさん、はいさいこんにちは、ミミリ嬢様今日も楽しくということで、韓国スターさんですか。ミミリ嬢様涼しげなファッションですねということで、今日はそうですね、夏物の衣装箱が、ベッドの奥底から発見しまして、あ、そうだそうだ、そんなところに洋服があったなと思って全部衣替えしましたよ。はい、ちょっとレパートリーが増えました。よかったです。かりんさん、さっきのおじちゃんウケるということで、ね、うんうん言うながらこう頭を縦に振りながら笑顔で歩いていくというね、いいおじさんでしたね。はい、ルドルスさん、今週も美女と野獣が1位かなという予想が届いております。さあどうでしょうかね、第1位は何でしょうか。そうですね、ルドルスさん正解。はい、今週の第1位も根強い人気美女と野獣でございますよ。さあ今週の第1位も美女と野獣でございました。ルドルフさん大正解でございますよ。さあシネマライカムさん、他にもたくさん上映中の作品あるのでご紹介していきたいと思います。タタラ侍、映画クレヨンしんちゃん襲来、宇宙人シリリ、3月のライオン後編、ガーディアンズオブギャラクシーリミックス、メッセージ、美女と野獣、シング、追憶、いいのかな、追憶、モアナと伝説の海、定一の国、ワイルドスピードアイスブレイク、名探偵コナン、からくれないのラブレター、そしてワイルドスピードアイスブレイク吹き替え版、ラストコップザムービー、スプリット、美女と野獣吹き替え版、そしてガーディアンズオブギャラクシーリミックス吹き替え版の 3D を上映中でございます。たくさん上映していますね。はい、ぜひ行ってみてください。先週私は定一の国見てまいりました。最高に面白かったです。はい、今から気になる作品といえば東京グール、7月25日公開、しかも全世界ですよ、日本だけじゃない、全世界公開期待しています。アメリカでも今大人気という漫画から来て小説が出て舞台やってアニメやっての映画からなので、ぜひ見に行きたいと思います。さあ時間までイオンモールさんの情報もですね、お送りしたいと思います。イオンモール、ただいま父の日フェアですね、
プレゼントもということで、父の日のプレゼント探しに行ってください。そして5月28日は開催中レインフェアですね。レインフェア、まあ、雨が降った時にいろいろお得な、なんていうんですかね、お得な割引があったりするそうでございます。そして5月25日開催、米国空軍太平洋音楽隊 USAF バンドオブパシフィックが11時そして15時2部公演です。グランドスクエアでございます。そして5月26日ビッグフライデーナイトラン、ライカムの夜景とともに走るということで、ナイトランイベント、店内のですね中を走っちゃうみたいですね。そして5月27日は大道芸スペシャル、1回目はタマンチュ、そしてピエロのファンキーさんも登場するみたいです。こちら1時半が1回目、2回目は2時半1回のライカムグランドスクエアで開催します。まだまだありますよ。5月28日ハワイアンフラースタンディーズフラスタジオということで、18時から夕方6時から5回ライカムステージスカイで行われるそうです。そしてですね、モールウォーキング、歩きながらポイントを貯めて健康にというのもあるみたいなので、そちらもお楽しみください。もうイオンモールもたくさんイベントありますね。はい、なので皆さん行ってみてください。キンキンだと5月25日ですね、はい、木曜日にあります。米国軍、米国空軍太平洋音楽隊空軍太平洋音楽隊ですね、切るとこ間違えた、 USAF バンドオブパシフィックということでございますので、いいですよね、音楽隊の人たちの、ぜひ行ってみてください。レインフェアがどんな感じなのかな、いろいろあるみたいなので、ぜひハッピーレインデイということで、あ、合言葉を言ったらお得な特典がもらえるらしいですよ。そんなものもありますので、ぜひライカムにも遊びに行ってくださいね。今週も1時間楽しくお届けしてきました。リスナーの皆さん、お気に入りの作品は見つかりましたでしょうか。ぜひ遊びに行って映画見て、本も読んで、 CD も聴いてくださいね。この時間はイオンモール沖縄ライカムにあります未来屋書店、イオンモール沖縄ライカム店、そしてスターシアターズシネマライカムさんの提供で、協力でお送りいたしました。また来週この時間にお会いしましょう。ゴーゴーライカム、お相手はミミリでした。